市街風景ザブジェはポーランドの都市シロンスク県に属するドイツ領時代にはザブルゼ・ヒンデンブルクと称されたシロンスク地方に位置する工業都市豊富な地下資源に支えられて高工業が発展したが近年は工業の停滞に伴い文化学術都市としてのあり方を模索しているシロンスク地方には工業都市が密集しており 環境汚染の悪化が進んでいる。近隣の都市としては約15キロ東にカトビツェ、10キロ北東にビトムが位置している。13世紀には資料上で存在が確認されている。中世後期よりドイツ系の移民が増加し、徐々にゲルマン化が進んだ。16世紀前半よりハプスブルク家の所領となったが、18世紀半ばのオーストリア継承戦争。 7年戦争によって、プロイセンの領有が確定した。第一次世界大戦中の1915年、タンネンベルクの戦いで活躍した、パウル・フォン・ヒンデンブルク将軍の名を取って、ヒンデンブルクと氏名が解消されたが、1945年、ドイツの第二次世界大戦敗北後間もなく、救命のザブジェに戻された。また、この時期に、ドイツ系住民が強制的に追放された。 戦後は、高工業で繁栄したが、共産党政権が崩壊するまで一貫して、環境への配慮が行われなかったため、周辺地域の汚染は深刻化している。1998年に、行政区画の再編が行われ、かつてのカトビツェ県からシロンスク県に所属することになった。グールニクザブジェが、ザブジェを本拠地とするサッカークラブ。 共産党政権の時代には14回のリーグ優勝を果たした強豪クラブであった。ありがとうございます。